こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、私は今ね、ビジネスガリガリっていうタイプではないんですけども、実はね、2013年から2017年までは毎日のように超ビジネスやってたわけですよ。で、セミナーもやるし、コンテンツ販売もやるし、それこそね、セールスしっぱなしだったですね。おかげさまで速稼塾っていうのはそういう礎を築いたのと、その中からね、実際に稼いで独立してくださる方も結構ね、いらっしゃって、まあ、私の記憶の中では最大で月収1000万っていうのがね、出てきたわけなんですよ。まあ、ですので私よりも当然稼いじゃいますしね、すごい人だなと思いますし、あらゆる分野、本当にね、 YouTube の分野じゃなくても稼ぎを出している方っていらっしゃって、もう今もね、もう私なんていらないぐらいにもうどっか遠い世界に行っちゃってるんですけども、その中で今回速稼塾ファイナルという2017年ビジネス系の最後のカリキュラム、これ222日連続で1時間から2時間の講義を毎日のように送り続けた、本当鬼スパルタのそういったコースがあったんですけども、こちらの方にね、生き延びて現在ですね、もうさらに大物になっているという、もともと大物だったんですけど、さらに大物になっちゃったという、ね、方がね、いらっしゃいますので、その方との対談が急遽決まりました。よく出てくれたなと思うんですけどね、3月4日の21時からなんですけども、実はこの方はですね、もともと倉敷にいらっしゃって、岡山県倉敷にいらっしゃって、でお店を始めたのが本当にね、20代の頃なんですよ。で、大阪に行って帰ってきて広島で、その頃まだ珍しかったね、ガールズバーをやったりとかね、あとはなんかその萌え系っていうかね、アニメ系のオタク系のキャバクラをやったりとかして、まあ、私も結構ね、30代の頃は会話していただいたんですけども、まあ、そういった形で多店舗展開をして、流れ川や八軒堀、広島市内を中心に不動産なり店舗なり、そしてラーメン屋っていうのもやってますね。こういったのでもう一台を築いてるわけなんですよ。で、その方が2017年に速稼塾の門を叩いてね、入ってくださって、さらにね、パワーアップした状態で今私の目の前に来てくださったんですけども、先日今度は出版をしたいということなんでね、出版のちょっとお話、相談に乗らせていただいて、今月出版をもうするらしいんですよ。この前ご相談いただいてもう出版するって言うんですよね。出版日は3月7日です。Amazon の1位を狙ってるぐらいなんで、相当なモチベーションでやってると思うんですけども、きっと1番取るんじゃないかなと思います。というところでね、まあ緊急出版記念直前、ちょっと長くなりましたけども、3月4日21時からその方をお迎えしてですね、成功学帝王学をやってみたいと思います。年齢は昭和48年生まれで、私とほぼ一緒ですよね。1歳差ぐらいです。で、昔からね、中小企業が集まる異業種交流会っていうのでご縁があったんですよ。ですんで、すでにもうね、結構ね、売れっ子の頃から、もちろん表にはやっぱり顔を出さないんですけどね、グループのオーナーさんですから、出さないんですけども、この度出てくださるということなんで、まあ本当ありがたいなと。速稼塾にね、もう一回この顔を出してズームライブ対談 やりたいよってことだったんで、本当嬉しいなと思っております。ぜひね、もう急になんですけども、3月4日の21時からズームのチャンネルを合わせていただければと思います。動画概要欄にズームの URL 貼っときますので、ぜひお時間作ってね、お越しください。それではよろしくお願いします。